STS-53 は、スペースシャトルディスカバリーが、アメリカ国防総省の支援で行ったミッション。この回のディスカバリーは1992年12月2日に、ケネディ宇宙センターから打ち上げられた。ディスカバリーは、第1ペイロードに、米国国防総省の貨物を、第2ペイロードに2機のペイロード、その他9個のミッドデッキ研究物が積まれていた。 第一ペイロードは USA-89 国際衛星識別符号1992から 086BDOD-1 が積まれており国防総省がシャトルに積んだ最後の主要貨物となったこの衛星は STS-28 で打ち上げられた USA-40 以来衛星データシステムに軍事通信衛星の3期目の打ち上げであった 第2ペイロードは貨物室に取り付けられており、軌道上デブリレーダー測定球とシャトルグロー実験、極低温ヒートパイプ実験を含む、ゲットアウェイスペシャルだった。ミッドデッキ研究には、宇宙でのマイクロカプセル、宇宙での組織損失、視覚機能テスター、宇宙放射線の影響と活性化モニター、放射線モニタリング装置、流体の獲得と補給の実験、 手持ち地球思考リアルタイム強力化、利便型位置調整、環境システム、洗浄レーザー収集センサーテスト、防衛システムの最適利用のための雲の特性調査、などであった。5つの星と3つのストライプがミッションナンバーを表している。ありがとうございます。